豆乳を投入します。うまそう。どうも、アッパルパラです。今日私が作るですね、超キノコグラタン。なんとこのグラタン、マカロニとか使わないんで超ヘルシーなんですよ。超低糖質グラタン。リュウジのバズレシピ。はい、ということでまず材料はね、キノコグラタンですから、キノコ、もう超キノコグラタンで、キノコバッツリ使っていきます。まあね、キノコね、舞茸、エリンギ、今回マッシュルームでもね、お好きなキノコでいいです。しめじ使ってもいいですし、マッシュルームも代わりにしめじ使ってもいいですし、椎茸とかね、ひらたけとか使っていただいても結構です。お好きなキノコ 300g 用意してください。いろいろ入ってた方が旨味が複雑になって美味しいんで、3種類ぐらい使った方がいいです。はい、で1パック1パック1パック全部で300ちょいぐらいのグラムです。今回はね、ちょっと低糖質なんで脂質もちょっとこだわって、ちょっと今回胸肉やっていきたいと思います。はい、ヘルシーな感じにしていきます。もも肉でも全然平気。あとバター 15g、 チーズ 50g ぐらいかな。今回ね、豆乳を投入します。豆乳を使うことによってヘルシーなグラタンになるっていう感じですね。はい、じゃあやっていきたいと思います。で今回ね、超キノコグラタンを作る上で何が重要かっていうと、やっぱね、超キノコグラタンに挑むためには超スーパーリュウジになるしかないですね。変身するしかないですね。何が必要か、それをやっていきたいと思います。はい、っていう、ということで、スーパーサイヤリュウジになるためにスーパーハイボールを飲んで戦闘力を高めていきたいと思います。いただきます。やっていきます。じゃあまずね、肉乗ってるんで肉切っちゃうでしょうか。羽根乗っちゃってるから肉から切っていくんですけども、野菜から切ってった方がねいいですよ。はい、そうするとね、肉切った後はね、まな板洗わなきゃいけないんですけども、今回はね、鶏肉から切ります。はい、でなんかね、ちょっとそぎ切りにしていく。こんな感じでそいでいきましょう。そぎそぎね、こんな感じでね、まあまあぶつ切りとかでもいいんですからね。そぎ切りの方がなんか味が乗るというか、はい、こんな感じで、はい、やっていきましょう。これはちょっと置いておきましょうか。でこれね、肉ね、切ったから洗います。一回じゃあ今度キノコを切っていきます。まあ、別にね、これ切ってもいいんですけど、まあまあ今回は先なんかね、いろんな食感が楽しめるといいんで、今回これ裂きましょう。でこいつも裂く。舞茸、舞茸はね、なんか舞う、見つけたら舞うぐらい嬉しいみたいなので、舞茸とか言われてるって諸説ありますけどね。そんな美味しいキノコでございます。はい、僕も舞茸大好きです。香りが結構強いんですよね。そしたらもうマッシュルームですね。はい、まあ、これ別にマッシュルームって売ってないところもあるんで、マッシュルームね、この下は切ってください。でここはここから切っちゃう人もいるんですよ。根元から切っちゃう人もいるんですけども、ここ食べられるので、ね、でこれはちょっとね、スライスする感じですね。こんな感じね。ね、はい、こんな、もうキノコたっぷりぷりで、炒めます。今回はでバターです。まずね、僕の場合まずキノコなんですよ。まずキノコ、これ、ね、なんでキノコ入れるかっていうと、普通お肉じゃないですか。でもね、胸肉ってあんまり火通しすぎると硬くなっちゃうんですよね。ここ入れます。はい、炒めていきます。はい、はい、でその後にペティンなんですけど、これね、下味つけます。味塩コショウ、これね、パン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 と。はい、お肉はね、やっぱね、下味つけた方が美味しいんで下味つけます。で、ここに、はい、小麦粉大さじ1杯もうね、ここで和えちゃいます。これね、和えてください。こうやってこうすることにより鶏肉がね、硬くならない。ついたこの小麦粉がホワイトソースの役割をするので、これね、和えといてくださいね。はい、で、これは下に溜まったこの小麦粉も全部入れますから。はい、はい、で、シュワッと火を当てていきます。キノコ自体はね、結構ね、火通るの早いんで、あんだけ傘があったんですけども、結構ね、しなっといっちゃうんですよ。はい、今ね、ちょっと
強めの中火で炒めております。そうしましたら、ね、ここにねバターねまだ残っております。はい、でここに鶏肉ここに入れちゃいます。一個一個ちょっと剥がしてやった方がいいですね。剥がしてあげた方がいいです。はい、で余った小麦粉でこれもこのホワイトソースを作る上で重要なんで、こっちはねキノコにかけとく。で鶏肉はねもうさっとこう炒まる感じでいいです。はい、でこれね最終的にオーブンに入れて、焼き目をつけていくので、まあそんなこんなでねもう表面がサクッと焼けていきますので、はい、ここで、豆乳を投入します。はい、鶏肉にはさっと火が入った感じですね。はい、でここで煮るんで、そこでまたとろっといきます。はい、そしてコンソメです。小さじ1杯黒胡椒、まあ、黒胡椒はねお好みでいいです。はい、僕はこれくらい、はい、結構ペッパーしてた方が、はい、塩胡椒もしてあるんですけども、一つまみぐらいお塩入れた方がいいかな。後で、ね、味見してください。これで、これはこっからは煮詰めてとろみをつけていくので、煮詰めてください。はい、もうこれ強火でいいです。普通のホワイトソースはね薄力粉もっと入れないと無理です。豆乳を使うことによって薄力粉の量を抑えられる。だから低糖質でいけるんですね。とろみがついてるでしょ。とろみがこの辺のねとろみはねお好みなんですけども、あ、見てください、もうとろっとしてきましたこれね。感覚としては混ぜた時に底が見えるぐらい耐熱皿に入れていっちゃいますよ。はい、とろっとした、はい、ソースをもうがっつりと入れていく。はい、で、まあ、これはなんか2つに分けていただいてもいいんですよ。はい、2つに分けていただいてもいいですけど、今回1つでね入りましたんで、お皿1つでやります。はい、まあ2人分なんで、ちっちゃいもう少し小さめの耐熱皿ね、2つやってもいいかもしれないですね。はい、でまんべんなくこのチーズかけます。はい、もうチーズの量もねお好み、僕は 50g ぐらいあった方がいいけど、これでもうオーブン、トースターに10分でいくわ。焼き目がつくまでやります。はい、ということで大体ね8分ぐらい焼きました。はい、ふわふわっす。パセリパラ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 、もうエアコンの風でもうパセリがもう風立ちる。はい、ということでこちらで超スーパーウルトラキノコグラタン2完成です。じゃあできましたら食べていきたいと思います。白じゃね、白だよね。はい、じゃあいただきたいと思います。うわ、具がたっぷり、トッポみたい。いただきます。あ、やばい、これやばいわ、これやばい、めっちゃうまい。キノコの香りがもう口に入れた瞬間ブワッと変わりません。ヘブン、トミーヘブンリー。あ、これうまい、ほんとうまい。もうマカロニなくていいっす。大ぶりに切ったキノコがコリコリって言って満足度が半端ない。キノコってのはすごく低糖質でヘルシーな食材なんで、これたっぷり取れていいですね。でね、全然胸肉がパサついてない。やっぱ小麦粉振ったからですね。おいしいのかもしれないでしょ。もうね、グラタンにはタバスコ、皆さん知らないじゃん、あんまりグラタン、いや、知ってるか。もう一気にいただきます。この焦げたチーズの香りと味、トミーさん、このタバスコの辛みが合わさることによって最高、これでヘルシーだなんて信じられません。ということでポッポルンガプピリットパロ。あ、じゃあポルンガさん、はい、ポルンガさんは3つの願いを叶えてくれるんで、1つ目の願いですか。はい、飲んでもろって。2つ目の願い、はい、食べてもらう。いただきます。めっちゃうま、めちゃくちゃうまいでしょ。てかもうこれでいいっすね。うん、俺もね作るたびに豆乳でいいなっていう。キノコすげえ食べ応えがあるんで、
ったらなんかもうマカロニいらないんじゃないぐらいまであります、うん、マカロニいらんと思う俺、うますぎてうまいしか言えないですうまいしか言えないよねだってさ、なんか変なグラタンじゃないもんねじゃあちょっと3つ目の願いいいっすか、はい、飲んでもろって最高でした。じゃあポルナさんありがとうございます。ごちそうさまでした。ありがとうございます。はい、ということで今回のドラゴンボール GT いかがでしたでしょうか。今回もパンちゃんが大活躍でしたね。はい、まあ、とにかくねこのねグラタン、少量の小麦粉と豆乳だけでこのホワイトソースができるっていうことを皆さんに伝えたいと。そしてたっぷりのキノコがなんとマカロニの代わりになってすごくですねヘルシーにいただける、こんなに罪悪感のないグラタンはありませんということで、ぜひやってみてください。